オルハンパムクはトルコの作家。現代トルコを代表する小説家であり、故郷の町、イスタンブールを舞台にトルコの西大化の問題をポストモダニズムとも言われる前衛的な作風で描くことで知られる。2006年にノーベル文学賞を受賞し、トルコ人で初のノーベル賞受賞者となった。代表的な作品に白い白、私の名はくれない、雪。 無垢の博物館など、イスタンブールの裕福な家庭に生まれる。7歳から22歳の時までは画家を志していた。ロバート・カレッジ・セカンダリー・スクールを卒業後、大学は当初イスタンブール工科大学で建築学を学んでいたが、その後執筆業志望に転校し、イスタンブール大学ジャーナリズム科を卒業した。1982年、初めて書いた小説。 ジュブベットベイと息子たちで文壇デビュー、同作はトルコの有力詞ミリエットのコンテストで1位となった上、トルコにおける文学賞の最高権威であるオルハンケマール賞を受賞した。1983年の自作静かな家ではマダラル賞を受賞。1985年の白い城はほとんどの西欧語に訳されニューヨークタイムズで絶賛。 インデペンデント紙の外国語小説賞を受けるなど、国際的な知名度を高めた。国内でベストセラーとなった、黒い本、新しい人生も、海外で評判となる。1998年の、私の名は、くれないは、国外各紙の書評で大きく取り上げられて、国際的ベストセラーとなり、フランスの最優秀海外文学賞、アイルランドの国際インパック、ダブリン文学賞、 イタリアのグリンザーネ、カブール市外国語文学賞を受賞するなど高い評価を受けた。同作品は16世紀イスタンブールの細密画の世界を物体にしたミステリジタての長編で、しばしばウンベルトエイコのバラの名前と比較されている。同年25年間の執筆活動における随筆、評論をまとめた他の色を観光。2002年の雪はトルコ北東。 アルメニアとの国境付近のマチカルスを舞台にした著者自身が最初で最後と称する政治小説で前作をさらにしのぐベストセラーとなった2005年には同作でフランスのメディシス賞外国小説部門を受けている2003年自伝的作品イスタンブールを発表2005年スイス神へのインタビューにおいて国内でタブー視されている アルメニア人虐殺問題に関し政府は100万人のアルメニア人と3万人のクルド人を虐殺した事実を認めるべきだと発言したとして国家侮辱罪に問われ世界のメディアから注目を浴びた国際的に認知される有名作家パムクの発言はトルコの欧州連合加盟問題に関わるトルコの人権問題にも波及したパムク自身は 長年タブー扱いされていた問題も触れられるべきだという意図で行った発言が歪曲されてしまったとしている。小説と連動してイスタンブールに作られた無垢の博物館2005年フランクフルトブックフェアにて平和大賞を受賞。2006年、故郷の街のメランコリックな魂を探求する中で文明の衝突と根高との新たな象徴を見出したとしてノーベル文学賞を受賞。 トルコ人のノーベル賞受賞は史上初であった。2008年受賞第一作、ムクの博物館を発表。近代化の波が押し寄せるイスタンブールを舞台にした恋愛小説であるが、2012年春にはパムク自身によって作品世界とリンクした同盟の博物館がイスタンブールに作られた。パムクは、 当初から小説と現実の博物館を一体のものとして構想しており、同博物館は小説の内容に沿って展示が行われると同時に、1950年代から半世紀にわたるイスタンブールの市民の生活を再現するものとなっている。ノーベル賞の賞金は同博物館の設立のために継ぎ込まれたという、コロンビア大学客員教授を経て2006年に、 同大学の中東言語文化学科教授に就任。この間、ライター・イン・レジデンスとして、バード大学にも3年間在籍している。パムクは、日本の作家も英訳を通してよく読んでおり、特に、西欧化に端暦しながら、後に失望し時刻の古典に回帰した、谷崎純一郎に共鳴するとしている。2004年には、初来日を果たした。日本での版元である、 藤原書店と信頼関係を築いており、来日の際は書店の人々と小さな焼き鳥屋で観談するのが恒例となっているという。2011年前半時点で世界50カ国近くで翻訳されている。トルコ国内は合計140万部売れており、最も売れているのは新しき人生、私の名はくれない。続いて、雪、無垢の博物館である。客中。 ありがとうございます。